こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、何なんでしょうね、この入り方。はい、それでは無課金非属性縛り柴犬丸やっていきたいと思います。はいはい、今日の動画といえば今日上がってるかな、あの明日とか言ってもわからんか、あのこの一本前にあの長老が上がってると思うんですが、同じ日に出せるかどうかちょっとわかんないですね。はい、もしかしたら1日遅れになってるかもしれません。で、今日からあの撮影日にね、あの来てるのはあのクリスマスガチャが来てるんですよね。あのクリスマスといえばですね、あの僕がめちゃくちゃこのアカウントで欲しかった、はい、なんとクリスマスサレーネが、はい、いるということで、幸いね、あの BGM とかにあの強キャラはね、あの強キャラ BGM の強キャラ非属性このいなかったんで、長老も柴犬丸も、はい、あのまあ交換で済むんですが、なんと交換できちゃうんですよ。交換できちゃうんですけど、うん、このメンツをどうしようかと思うところでして、まあ、せっかくね、無料でね、ガチャ来てるんで、まあ、仮面ライダーもね、もうそんなに狙わなくていいし、とりあえずね、あと一個言うの焦った。早くガチャ引きようって話なんですけど、僕が解説動画ね、まあ、出したんですけども、あの、椿がね、あの、まあ、追加されたということで、まあ、椿ちゃんもね、これなんか今後ちょっと可能性に、なんかいたらいいなっていうところが絶対出てくるなっていう匂いがね、プンプンするんで、はい。もう、椿ちゃん狙いでも、ついでに回しちゃいたいと思います。はい。では、開催記念、クリスマスガチャ回していきましょう。はい。長老はね、前の動画見てください。はい。お、え？また出ちゃった。無料で？あー、それか。グリーダ。いや、ダンボ武器になるんやったっけ？ならへんわ。ちょっと用事ないかな。はい。じゃあ、この3連の方ね、あの、引いていきたいと思います。はい。ダイヤ、もう一丁、ういし。よー。あー、ジーナか。同じ星6ならねー。椿ちゃん出てほしいな。うわあ、ちょっと。っていう感じでしたね。それだ。せっかくなんでね。まあ、クリスマスなんで。まあ、引かない手はないかなと思って。まあ、無料配布11個用意しました。はい。クリスマスガチャ。もう一度狙いを言うときますと、はい、こちらですね。椿ちゃんですね。はい。ビジュアルもいいしね。じゃあ引いていきましょう。まあ、ダイヤにならないとね、お話にならないんで。あと 5% なんでね。5% の。はい。あー、止まっちゃったか。止まったらね、クリスマスサレーネ欲しいな。お、メノアか。なるほど。ちょっと、このアカウントでメノアってなると、どうしよう。非属性縛りなんでね、ちょっと特殊なアカウントなんで。はい、じゃあラストいきましょう。はい。うん、あー、金卵かー。はい、ポルックスカストルですね。はい、これのキャラはね、ループができるんでね、まあ、ワンチャンね、ありかなとは思ってます。それでは、もう出なかったんで、もう、クリスマスサレーネ交換しちゃいたいと思います。ヒヨグも交換できる。弾見ようか。なんかペスゲンね、一体ずつしか持ってんやつだからね、ちょっとこういうのはね、置いとかんとね、やっぱり。ちょっと仮面ライダーだけ見ていいですか。あ、電王は交換できんのか、電王。じゃあ、やっぱり、当初の予定通り、サレーネ、交換しちゃいたいと思います。ちょっと準備しますね。はい、なんと、ベロワはですね、あの、武器になってるやつがいたんで、あの、120のやつはなんかしら、まあ、一応置いとこうかなと思って、せっかく120にしたんで、あの、武器のやつを退化させて、こっちを交換、出したいと思います。それでは、念願のクリスマスサレーネ、降臨の瞬間でございます。いやー、もうめちゃくちゃ惜しかったんですよね、クリスマスサレーネ。
はい、いらっしゃいませ。はい。いやー、嬉しい、嬉しい、嬉しい。いやー、これね、もう、火の列で暖房ついてて。で、しかも武器もね、ま、強いっていうことでね、最悪ね、サレーネが使えなくても武器にしちゃえばね、いいんで。いやー、嬉しいな、嬉しいな。はい、ってな感じでした。はい、皆様はどんなクリスマスガチャの結果でしょうか？はい、よかったらコメント欄で教えてください。はい、今回はこれで以上となります。ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、面白かったらと思われたらでいいんで、はい。あと、概要欄に Twitter のリンクとかいろいろ貼ってあるんで、そちらもよろしくお願いします。じゃあ。